ということで占い師をいたします。自分が本物の占い師です。が隠しろですね。なんだよこの声。ボイチェンかな。なんか話がごちゃごちゃしててよくわかんない。占い先もあんまり言わなかったんで人狼なのかな。ワンちゃんさあ来い。占い師やりたい。マジでこれなんかねすごい可愛いんだよねこのアイコン。なんで狂人ばっか来んのこれ。身分を確認してください。やったわ何回も。今日3回目じゃね狂人。またかこのハラハラ感。目を閉じてください。はい皆さんおはようございます。ということで占い師をいたします。セオリー通り3番さ占って白でした。ということでですねそうですね、なんか1週目だとやっぱ考察とかね、一発目何もないんですけどね。はい村人陣営です。グレー考察になると思うんですけど私の位置ではまだグレー位置と言える人がいないので。ブーチェン、自分が本物の占い師です。順番が後になっちゃったのが悔しいんですけど、2番さんが自分から見るともう黒なんですけど、占いは自分、あ、そうだ占い先すいません、1番さんが白です。9番さんは僕のことを狂人確定って言ったのかな、ちょっとわかんないんですけども、で僕のことをなんか6番さんのどうのこうのとか言ってたんですよね。なんか話がごちゃごちゃしててよくわかんない。占い先もあんまり言わなかったんで、よくわかんないなこの人。人狼なのかなワンちゃん。そんな感じしますね。狂人潜伏の人狼が出てきちゃったパターンかもしんないんですけども、まあ今回は4から8のまあグレー考察なんですが、1周目で僕しか占いが出てなかった中あんまりねちょっと落とせてないんですよね今のところ。なので2周目に4から8の発言をしっかり聞いて、一人投票していきたいと思います。そうですね、9番さんが占い師用で1番さんね白だしですね。で9番さん占い先細かったなと感じましたのでちょっと若干黒目で見てますがまあでも今の時点ではフラット少女 A 見たいと思っています。占いさんですね。発言してボイチェンかなっていう発言が聞くように感じたんで私は7番さんが一番黒いかなと思いましたね。8番さんは、はい、占い先に言えなかったのは本当に申し訳なかったです。自分からするともう2番さんが絶対黒なので2番さんの相方探すのに最初必死になってしまって締め落としてしまって本当申し訳ないで、自分は怪しいんでる順で言うと7番さん5番さんなのかなっていうふうに思ってます。どこ一発目行けばいいのこれ全くわかんないんだけど。投票を始めてください。役持ってそうなんだよな。7ありえんオラじゃないべ。6しろ。7番のプレイヤーが選ばれましたなるほどね。3番が人狼じゃなかった時にことを考えたらさ、俺結構神明強いからかじられるケースもあるけど、6番が人狼だとしたらまず多分そんな賭けはしないと思う。待つと思う、占った理由は言えるから大丈夫。6番さんのことは黒っぽいって言ってて、3番さんも黒っぽい、5なら黒っぽいって、6番線目線 OK。 昨夜死んだ。うわーやっぱ噛まれた。バカだなぁ。うわぁ、人狼下手だなぁ。いや、人狼下手だなぁ。のプレイヤーは発言してください。なるほど。僕ですか。いやぁ、下手だなぁ、これ。まあ、9番さんかな。まあ、9番さんかな。いや、俺、かじんのか、人狼。のプレイヤーないわ。発言してください。はい。3番さんが、隠し狼ですね。なんだよ、この声。2番さんが、殺されたと噛まれたということは今回はやはり、何ですか、あ、安全進行安定進行ということで9番さん釣りになるのかなと思うんですけれども、5、7、8に
7、8、5にいそう。3番に白だし、まあ3番確定しようということなんですけど、まあ9番は強人でしょう。え、3番さん占う新占いいますか、ここ。うん、まあ9番さんは強人で置いてます。おいおい、人狼側、2巻でいいんかって感じなんだけど、あ、でも2進だったんかな、そしたら。で、今日みんな9ずりをしたいんでしょ、うん、納得です。はい。で、昨日の投票で1が俺に入れてる、もう俺1真っ黒だと見てるんだけど、そしたら9が強人になっちゃうんだよね。あ、でもまあ1番は多分頭悪いやつと置いときます。で、3隠しろですね。俺9番にはね、5番を占ってほしかった。5が白なのか黒なのか、俺もう5をね、次時点で黒く見てるんだよね。うん、で3、そっか、新神だったら9番がね、5を占っておけばね、3、白目に見とこうかなと思ってたんだけどな。4、5が今8を叩いてんだよね。まあ3も叩いてるけど8をね、俺8そんな印象ないんだよね。ってなると4号人狼の線今追ってます。今日9番釣っちゃったら4号どっちが人狼かわからんからな。まあ今日安定進行で9番さん行きますか。行ってください。これはもうどう考えて もう自分が最初に占い結果言わなかったのがめっちゃ引きずりましたね。本当に本物なんですけどごめんなさい。で、私は3番さん占って白角作ったんですけど、まあ強人だったら白角は作らないんじゃないかなっていう風にみんな思ってくれるかなと思ったんですけど、逆になんで3占ったのみたいになって、もう本当に自分のセンスなさすぎて泣きそうなんですけど、まあ、56あるね、56ある。5番さん、うん、私は5番さんと8番さんかなって思ってます。まあ2番噛まれたんで8番さんが私にヘイトを受ける理由は全然まあわかりますね。はい、で私はとりあえずここは9番さん釣りで、うん、4番さんと6番さんがずっと占い、あ、ずっとじゃないけど占いの話してて、でも6番さんって私にヘイトすごい向けやすいんですよね。でもなんか6番さんごめんなさい、よく言ってることわかんない、5番さん黒、1番さん黒だけど釣らないみたいなね、うん、ちょっと謎なんですよ。ただ、うん、それをどう取るかなんですけど、うん、でも釣りたがら、釣らないってことはどういうことなの、5黒で見てるんですよ、なんで釣らないの、ちょっと意味不明。でもうん、でも私にめっちゃヘイト向けてこなかったところを見ると白目なんですよね。4番さんが一番黒いです。とりあえず9番さんに投票します。女同士で戦ってる491 女の戦い投票を始めてください。女の戦い9黒9番のプレイヤーが選ばれました。ありがとうございます。夜が来ました。いや6番怪しいな。8年ぐらいやってる。昨夜死んだのは。なるほどね。3番。はい。私はですね、6番さんは白目に置いてるんです。で、そうなってくると8番さん、5番さんと思うんですけど、前回の発言で1番さんが私にヘイトを向けてきたんですよね。でこれってあの狼さんが無理やり誰かに、自分にヘイトが集まってきたから誰かにヘイトを向けるっていうやり方かなとちょっと感じるので、うん、そうですね、今1番さんが私一番最黒ですね。68ライン見ちゃダメこれ。だって6が9噛んでいい、あ、2番噛んでいいのを9番に5番占ってほしかったとかさ、結構9番シーンみたいな感じの話し方した後に1番疑ったじゃん。いや9シーンだったら1白やんみたいな。いや6番なんかちょくちょく言ってることおかしいよな。8番も、うん、黒には見てないっていう。いや8番黒に見ない要素あったのみたいな。8番は1番疑ってる。いや俺6番結構村目に見てた時、俺6番ちょっと狼じゃねって思ってきたんだけどな。これ初日に苦味でしょ。苦味ってことはさ、占い師はどっちも黒に白打ちできてないって見ていいです。なので1は俺はもう確実に白だと思ってるね。2人狼残ってた場合今日外しちゃうと負けなんですよね、明日 PP で。で4が1釣り1黒で見てると言ったから、もう俺4黒に今日見えたちゃったんだよね。うん、で5番もね、もともとね黒いんだよな。え、これ誰だ、うん、8か。で5はまだ8を押してると、うん、で8も1黒く見てたのね。いや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 、もうこれ囲えてなかったから苦味なんだよ。そこら辺ね、まあ、人狼側だったらねそう言ってもいいんだけど、村人さん側はねそこ間違えないでって感じかな。俺的にはもう1が狩人じゃなければ狩人出てきてほしい。もうここで間違えちゃうとねダメなんだよ。だからもう狩人今日出る場面だと思ってるよ。狩人出てきたらチャットに書いてほしいな。
違う、うん、OK、1違うね。じゃあ、4、5、8でカリードいたら出てきてください。もう、負ける覚悟でいきますね。自分、ハンターです。はい、ハンター。ハンターなので、初日から強気な発言でした。はい、ハンターです。太鼓いたら撃っちゃいます。太鼓も出てきていいよ。はい、で、カリードさん、いない。じゃあ、7カリードだったんかな。7、3カリードどっちかか。OK。じゃあ、なー、そうなってくると俺、4番入れたいんだよな。4入れます。うわーうわー、48かこれは。そうですね、もう狩人はもう死んだの間違いないですね。で1番黒いって思ったんですけど、けどやっぱ人狼だったらもうちょいヘイトが向いてる自分とかに殺そうとすると思うんですよね。でも別に全然誰からもヘイト向けられてなかった4番にいきなりヘイトを向けたってことは、そんなに誰かを殺したい焦りとか感じないってことなんで、まあ、1はもしかしたら自分の勘違いで真っ白だったんじゃないかなと思ってます。まあ、ハンター、太鼓が出てないってことは、この空砲もこれまでなかったね。多分6番さんは白ですね。そうなってくると、もう4、5ですね。うん、はい、今日は。いや、わかんねえ。4は真っ黒なんだよな。はい、まあ、私、さっきも言ったんですけど、4番さん釣ります。で、もう1匹で、ね、いる場合が5、8うまいな、6番。うん、ちょっとわからないですね。投票を始めます。5、8だったら最高。4号ラインもあるし、4はちょっとね、真っ黒クロスケなんだよな。4番のプレイヤーが選ばれました。疑われても仕方ないかなとは思うんですが、約束なしの村人でした。頑張ってください。うん、黒だな。夜が来ました目を閉じてください。人狼のミスだぞこれ。人狼負けたら一番潰す、とりあえず。昨夜死んだのバカなんじゃね。6番やばいでしょこれ。5、8どっちか。ああ、空砲か。6番簡単っすね。自分目線確実に5番が人狼だと思ってたんで、自分噛んだら5番があれ人狼ってことバレるんで、多分1番のこと噛むかなと思ってたんですよ。魚の6番が噛まれるってことはもしかしたら1もあるんじゃないかなと思ってるんですけど、どうしようどうしよう、やべ、いやー5番に入れたいけど、でも1が人狼じゃないか。人狼だったら俺を殺せば、そっか、まあそうっすね。そうっすね、だってのプレイヤー。まあ、6番さんが割れるのは普通に想像つきますよねっていうところで、まあ、私は5番さんの意見聞いてから決めるんですけど、わかんない、本当にわかんない、どっちか。もう私目線もう8しかないんだけどな。俺初日からずっと8をしてるんだけどな。うん、俺はもう第1回目の投票から8は7に入れてる。だから俺7、8だと思ってたんだけど、でも8は7に入れてる。まあってなると俺はもう8を追うしかないな。6番さんも言ったけど5だ。投票を始めてください。8番混乱してたよな。これ8狼だったらマジで先般だろうな。時間返せって感じ。8番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了。人狼の。いやマジで焦ったよ。